率直な感想って言われても特には、うん、もちろんプロレスリングノアのプロレスってもう常に全力だし、だからこそいつ対抗戦だろうが変な話タイトルマッチだろうが何も変わらないよ。プロレスリングノアを見てくれればわかるけど、誰一人そういうぬるい感があるから常に全力だから、環境が変わっても何一つ変わらない、それがノアの強みでもあるから。イメージ、まあ言っても日本でこのプロレス業界でナンバーワンぐらいかな。いや全然見ないね。今誰が上がってるの？誰がチャンピオンなの？高木慎吾さん。ああ、高木選手。でも新日本プロレスは業界ナンバーワンかもしれない。まあノアはプロレスナンバーワンだと思ってるから。まあ、対抗戦でしょ。まあ新日本プロレスとプロレスするのは対抗するんだから仲良し恋じゃないよ、もうだってまあ潰し合いみたいなもんでしょう。いやー今もその話を聞いて懐かしく思うね。まあでも今それを聞かれてもね、もういつの話してんのっていう、俺今現在進行形でリングに上がってるから、面白いね。胃の中も変わずなんじゃない。やってみたい相手、そうだな、美味しい相手かな。腐ってるのも好きじゃない、まずいものも好きじゃない。まだまだ成長期だから食っても食っても食いたいねんだよ、だから美味しいもの、新鮮なもの、生きのいいものを差し出してください。楽しみにしている。